よくあの話で聞くにはお父さんの洗濯物と一緒に混ぜないでっていう いうのありません？私は言わなかったですけど、はい、だってあの洗濯しちゃえば一緒じゃないですかって思ってました、ちっちゃい頃から お父さんとね、一緒の洗濯物靴下混ぜないでって言いますよね。そういう文化があるんですかね。匂いが移るとか、匂いなんて移らないですよ 移ります？洗剤に言うだけですよね。うん、もしかしたらどうでしょうか、皆さん女性の方で、うん、そういった思い出はありますか？ でもしかあのね、この中でお父様がいらっしゃいまして、言われた記憶かかりましたら、こっそり教えてください ねえ。